高校生の弟の顔を殴るなどし怪我をさせたとして静岡市の30歳の男が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは静岡市清水区に住む建設作業員の男です。男は午前7時ごろ自宅で高校生の弟の顔を数回殴るなどして怪我をさせた疑いが持たれています。弟は軽傷です。警察によりますと事件直後に男の妻が夫が家族を殴ったと警察に通報し事件が発覚しました。兄弟の母親が2人で口論をしているのを見たといい事件直前に何らかのトラブルがあったとみられています。男は殴りましたと容疑を認めているということです。